これ、めちゃくちゃよくある質問なんですが、ピザトルは50万円でした。今は人気が出すぎて、150万から200万ぐらいが相場らしいです。店によって価格が異なります。 飼育は結構大変です。トイレのしつけができないので、私は毎日部屋の拭き掃除と掃除機を欠かさずかけています。嫌なことがあると急に噛んできたりします。歯が尖ってるので噛まれるとめちゃくちゃ痛いし、血も出てきます。やっぱり雪土チカニマルは犬猫と全然違うので、飼育をするのには覚悟が必要です。